こんにちは、住吉智樹です。今日はこちらの2018年のエチュードハウスの福袋を開封したいと思います。それではどうぞ。2018年は店舗とネットで両方とも販売があって、それぞれ違う福袋だったんですけど、私はネットの方で購入しました。10日ぐらい前には届いてたんですけど、なかなか撮影する時間がなくて今になってしまったんですが、開けたいと思います。段ボールを開けると試供品が入ってます。化粧水とか乳液とか美容液入れてくれました。2018年の福袋はこちら。ビーン。あ、なんか去年のデザインと同じかな。なんかね、袋は同じなんだけど色が違う、ちょっと濃くなってます。1個目はこちら、じゃん。クッションファンデーションかな。プレシャスミネラルエニークッション SPF50+PA++++W23番です。肌にしっかりフィットする新感覚のファンデーション。塗るたび明るく滑らかな肌に整え、理想的な肌に仕上げます。去年もエチュードハウスのクッションファンデーション入ってたんだけど、外側だけ入ってて中身が違うってことがあったので、中身入ってるといいですね。かわいい。パッケージがちょっと真珠っぽいというか、こっちが鏡でクッション置き場。多分これは中入ってると思うんだ。中入ってました、よかった。パフ塗ってみようかな。なんか自然な、明るいっていうよりから自然な感じの、あるかな。割とマットな仕上がりです。でもカバー力がすごくあるなと思いました。いいのゲットできた。それでは2個目はこちら、じゃん。やった、嬉しい。わーい。ワンダーファンパークのキャンディーチーク。ちょっと去年の確か春ぐらいに出たワンダーファンパークっていうシリーズがあったんだけど、アイシャドウを買ったんですよね。だけどチーク持ってなくて、福袋でゲットできたのはすごい嬉しい。色とりどりのキャンディーカラーがベストバランスで混ざり合い、つやめくラブリーにほっぺに仕上がるチーク。かわいい。裏が水色になっています。それではオープン。お、やっぱこっち側が鏡になってるやつで、あ、そうだそうだ、いろんなカラーが入ってるものですね。これは全体的にラメが入ってるのでツヤっぽく仕上がりそうです。限定だったからね、今ゲットできないものなんですよ。じゃーん。お、おー、嬉しい。ディアマイブルーミングリップトーク。結構今年の福袋良くない？去年も良かったけど、 SOR201 かわいい。リボンがついてますね。落ち着いたオレンジかな、こんなカラーです。おお、いいじゃんいいじゃん、落ち着いてるオレンジです。発色良いし、これはツヤツヤした仕上がりかな。これ生産終了してるアイテムみたい。4つ目はこちら。お、なんだなんだ。カラーコレクターラベンダー SPF34PA++ の化粧下地です。ふんふん、なるほど。肌トーンを均一に整えながら程よいツヤ感を与えて華やかな肌に仕上げるクッションタイプの化粧下地。おお、かわいいじゃん。いいね。しかもラベンダーってことは中もラベンダーなのかな。クッションがついてて、おお、なんかさ、こっちのプレシャスミネラルエニークッションのラベンダーの下地持ってたんですよ。それに似てる感じだけどね。じゃあつけてみよう。お、結構液体って入ってる。ちょっとつけすぎちゃったかな。一気に透明感が出ました。やっぱそうだ、さっき私が言ってたプレシャスミネラルマジカルエニークッションっていうのがあって、それがリニューアルしたみたいです。マジカルエニークッション透明感出してくれてよかったんですよ。保湿成分と美肌成分がお肌になじみ、張り感を与え、次に使うベースメイクとの密着力を高めてくれるらしい。リニューアル前に比べると少しベタつきにくくなったみたいです。私は黄色っぽい肌でくすみがちなのでラベンダーでよかったです。こちら、やった。
ディアダーリンソーダティント PP501 番。しかも持ってない色だ、嬉しい。発色もいいし、保湿力もあるし、あと縦じわもね、すごい綺麗に消してくれるし、持ちもかなりいいので、他の色も買おうかなって思ってたの。ラメも細かく入ってるので、ツヤっぽい仕上がりにしてくれます。こんなカラーです。じゃん。眉ティントかな？ティントマイブロージェルライトブラウン。眉ティントね、ちょっと苦手なんですよね、怖くて。これ眉ティントっぽくない？1296円の、やっぱ眉ティントですね。一塗りで約7日間持続し、落ちない眉に仕上げる日本限定仕様の眉ティント。眉ティントはちょっと苦手なので手だけにしときます、ごめんなさい。こんな感じのカラーです。ライトブラウンなのでかなり薄く仕上がりそう。次、同じ箱が入ってるので2つ紹介しちゃいます。プレイ101スティック04番と13番、ファンデーションで、13番がフェイスカラー、リップ、アイシャドウ、チークなど。こんな感じ。じゃあここに塗ります。おお、結構明るめかな、思ったより明るめでした。結構簡単にね、仕上がるのでこんな色です。このファンデーションタイプは初めてだったんですけど、伸びも良かったのにびっくりしました。無香料です。プレイネイル、ネイルカラーだって。ちょっと今ネイルしてるのでできないんですけど、こんな感じ。化粧水乳液、それもホワイトの化粧水かな。これは旅行行く時とか用にいいですね。お、やった。プレイ101ペンシル、ペンシル結構いいんですよこれ。アイライナー、アイシャドウ、何色？多分この色なんだけど、グリーン、ちょっとくすんだ感じのグレーとグリーンの間みたいな。ゴールドのラメが入ってるので、ちょっとアイラインのとことかに引いたら華やかになりそうだなと思いました。取れるようになってるので削ることができます。あとはこの2枚入ってました。ということで今回は2018年のエチュードハウスの福袋を開封しました。眉ティントはちょっと使うか分かんないけど、パック2枚も使えそうだし、これはチークって書いてあったんだけど、あんまり発色しなかったんだけど、でもこうラメ感が綺麗で、例えばなんかチークを塗った上からこういうの辺にハイライトを入れる感じで使おうかなと思いました。かなりお得な福袋だと思うので、もう多分ないと思うさっくり、もう売ってないと思うんですけど、ぜひ来年の参考になればなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。